オキュパイしてるの。あ、そう。先に行っちゃった。先に行っちゃってやってるの。どういう場所？塩官邸の前。原発が危険だと言うんだったら、もっと本気で、もっと一生懸命大きな声で叫ぶとかなんかすべきだったんですけど、でもやっぱりそういう原発の社会の中で安住して生きていたんだっていうのが、それはすごい自分が嫌になったことです。チェルノブイリの原発事故の後はすぐにノーヌークっていうことで活動をしてたんです。ただしこれは私が力がなかったのか、あるいは反対運動そのものがまだまだ成熟していなかったのか、途中でこうだんだん緩んでいってしまった、その悔いがとてもあるんですね。なぜあの時思い切って活動をしてなかったのか、なぜそれを、日本中の人たちとねネットワーク取れなかったのか、あるいは世界の人々ともネットワーク取れなかったという悔いがとても心に痛いんですね。本当に二度と繰り返したくないということで、ニュークフリーあるいはノーヌークの活動をやっています。日本人はなかなか立ち上がれない。大運動をやったことないし、60年の日米安保闘争っていうのをやったことありますけど、それが最大の闘争で、それからもう50年経ってます。50年間大きい運動がなかったんです、日本は。どうしてかっていうと、みんな、満ち足りた経済的に、一定程度恵まれた生活をしてましたから、あんまり社会に対して、拳を突き上げて、要求するとかそういうのが、なかったですね。私は60年安保とか70年安保を十分知っている世代なので、あの日のあの時の暑さがもう一度自分たちが手にできたら何かを確実に変えることはできると思うんですね。デモをすることだけが全てじゃないし、拳を振り上げることだけが全てじゃないけれど、でももう私たちの権利だし、表現することも私たちの権利だとするならば、たどり着くことは可能だとは思います。ただそのためには私も含めてみんなが自分の内側にある持続可能な自然エネルギーをいつもいつも補充し、いつもちゃんと自分自身で確認をしておかないと、おっしゃるように月日が経っていく中で遠い話になってしまう。原発はもちろん危険なんですけど、私が帰ってきたのは、原発は民主主義の反対側にある対極、つまり北極と南極とみたいな感じで、原発は民主主義の反対側にあるっていうことをずっと変えてきた。原発がやってきたことが全部民主主義を壊してきたこと。この議会の選挙もお金で買収するとか、全部お金だった。本当にアメリカの政策がよく浸透して、原爆と原発と違って、原発は未来とかクリーンとか幸せとか平和とか、そういうイメージにしたわけです。同じニュークリアレールをこっちは危険、こっちは安全という、この操作を徹底的だった。膨大なお金と、その学校教育と全部含めて、それから地域の見学センター、見学センターご覧になってないですか。原発のあるところにみんなPR センターがあって、そこで子どもたちが行って、この電子でゲームで遊ぶとか、そういう施設を全部作ってる。福島の人たちはね、お米作ってた、畑作ってた、食べ物作ってた、それらが場所によってはもう作れない、つまり農業も破綻するんだってことを学んだんですね。だからもう一度私たちは100年前に戻ることはできないけれど、でも何かと共に生きるっていうことの意味を問い直さなきゃいけないって、キャンペーンの言葉っていつも何かと共にって使うけれど、言葉だけで自然と共に生きるとか、言葉だけで子どもと共に生きるではなくて、本当に命っていうから、命から問い直しをしないといけないなと思ってますね。でそれを問い直しをすることが今初めの一歩として少しずつ実現されているような気がするんですね。原発は許されないことです。もうモラルも、だからモラルもロジックも何もない。お金が入るだけですよ。一人から始まるんだと思うんです。それぞれの一人が誰かから押し付けられた考えじゃなくて、一生懸命考えて自分の考えを手にした時で、一人がそれぞれ立ち上がって、それぞれの一人が柔らかく結びついてネットワークができた時、私ネットワークじゃなくてニットワークって言って、結びでほどいて結んでニットワーキングができた時、社会は必ず変わると信じていたいです。